ゼノン教像ゼノンは古代イギリシャの哲学者ですとアハの創始者である。キプロス島、キティオン出身のフェニキア人でエレアのゼノン島と区別するためにキティオンのゼノンとも言う。商人の息子に生まれ、成人して自らも商人となり中年期に至るまで商業に携わっていたという。彼が22歳の時に乗っていた船が難破して、アテナイにたどり着き、偶然立ち寄った本屋で、 クセノ本のソクラテスの思い出に感銘を受けた。本屋の主人に教えられるまま、キュニコス派のクラテスについて、同地で哲学を学んだ。キュニコス派やアカデミア派の影響を受ける中で、彼自身の思想を確立するようになる。最終的に彼は、アテナイの最式中楼で、彼の思想の講義を始めることになるが、この場所の名前から彼に始まる学派をストア派と呼ぶことになった。 伝えられる彼の最後は次のようなものである。彼は、ある日、学園から木戸に着く際に転倒しつま先の骨を折ってしまったが、ストア派の思想に従い、高齢である自分にとってはもう死ぬことが適当だろうと考え、今行くところだ。どうして私を呼び立てるのか、と言って、自ら息を止めて死んでいったという。彼が展開した思想は、資料が、 断片的にしか残存していないために、総合的な理解は困難となっている。しかし、自然学、論理学、倫理学という哲学の三分法を設定したこと、解や不解に対して心を奪われないことによって、心の平穏が獲得できるという、ストア派倫理学の基本軸を設定したことは、彼に機械を見ることが妥当だと考えられている。ありがとうございます。